昨夜、旭川の国道の交差点で車同士が出会い頭に衝突して、片方の運転手が死亡しました。昨日午後10時半前、旭川市長山3条1丁目の国道39号線の交差点で乗用車と軽乗用車が出会い頭に衝突しました。 この事故で乗用車を運転していた21歳の男性が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。現場は見通しの良い交差点で、軽乗用車側に一時停止の標識がありました。警察が事故の状況を調べています。